皆さんどうもこんにちは、ヒカックゲームズです。本日もウィーでアプリ2020やっていきたいなと思います。今日はですね、レート戦学坊主堂ウィーク19風やっていきたいなと思っております。もうやばいよ、緊張がもう裏返っちゃってるんですけど、現在ですね、7月31日金曜日の11時35分ということで、いやちょっともう大詰めにですね差し掛かってるんですけど、今回この企画ちょっとオンラインの不具合で2日間伸びたんですけど、8月2日の23時59分までにレート1500いけなかったら坊主になると、そんな企画をやっております。よかったら今日も高評価チャンネル登録で応援していただけたらすごく嬉しいなと思っております。で、前回のコメント見ていきましょうか。ヒカクさんの試合中の声から本気度が伝わってくるのよ。マジで頑張ってください。マジで緊張しすぎて喋れてないですけど頑張っていきます。マグワイヤーがソルバッキーになってほしくないから頑張ってほしい。うん、例えが多すぎて逆に分かりづらい。ヒカクが髪の毛かけて戦ってるのに僕たちは何をしているんだろうって話になったので、今友達と下の毛をかけて戦ってます。うん、本家よりエグい企画しないで。早いもので坊主どもあと少し、毎日友達をたくさん笑わせてもらってます。僕はヒカクさんの動画を見て毎日本当にいつも楽しませてもらってます。ずっと応援してます。頑張れ。ありがとうございます。こういうコメントすごい嬉しいですね。で、続きを読む。縦読み、はよ坊主、おいちゃんと応援しろ。はい、ということで、今のレートになるんですけど、現在ですね、こんな感じのレート変動しておりまして、もうギュイーン上がってる状態なんですよね。で、今のレートがですね、1481、前戻ってきました。この前ここから負けて1470に落ちてしまったんですけど、その後1試合確か引き分けで1468に落ちて、そっから1試合勝って1481になりましたので、ちょっとマジで集中してやっていきたいなと思っております。昨日はですね、メンテナンスだったのと、ちょっと動画作りで試合できなかったので、はい、今日からがっつりまたやっていきたいなと思っております。で、今週のガチスカなんですけど、はい、ライブアップデート考慮してこんな感じに組み直しました。はい、考慮してって言いながらペペレイナがね、守護神にいることは見なかったことにしていただきたいんですけど、まあ守備陣をですね、今週ライブアップデがいいルディガー、ファンダイクを置いて左にサールですね。で、あとはですね、ゴールキーパーの控えで今週僕シェスニー当てられましたので、シェスニーを置いているのと、あとフォワードですね、フォワードルカクを使っているという形ですね。ちょっとルカクはね、まだわかんない、正直まだわかんないんだけど、まあこの枠ライブアップで A を受けるとだいぶ安定しますので、ルカクと、あとはですね、左サイドハーフももともとサウール使ってたんですけど、まあ今週 A だったらジエリニスキ全然いけるんじゃないかなと思ってるので、ジエリニスキを使うニスキしていきたいなと思っております。ということで、このスカットで最後19、あと19よ、19ならいくいくできると思いますので、はい、頑張ってやっていきたいなと思います。ということで、運命の一戦いきましょう。レッツゴー。正直言ってオンライン怖えよ、めちゃめちゃ怖えよ。けどこの怖さを乗り越えないと1500の壁に到達することはできない。さあ、お相手さんはどんな相手か、授業1212、ナオチンクさん、よろしくお願いします。負けたら恐ろしいことになるぞ、これマジで、マジで恐ろしいけど、まあ調子的にはこのままでいきましょう。はい、でお相手さんはオーサントスっすね。あ、ブルーノベルなんです。昔の使ってる珍しいけど、やる格いるし、ムーバッピ101いるし、ちょっとこれは怖い戦いになりそうですね。さあ、よろしくお願いします。さあ、ということで、モナカの穴、モナカの穴って一瞬ちょっと卑猥な言葉に見えた僕を許してくれ。さあ、ということで、よろしくお願いします。緊張緊張、落ち着いて、いつも通りのプレイね。別に今が1481とか気にしないことが大事。今は僕は全然1100台、そのぐらいの気持ちでいこう。ジエリニスキーダブルタッチはいかないが、さあ、サール、ベッケン、落ち着く、サイド、ルカク、いけるか、オッケー、ナイスよくわからないまま先生、なんで通ったか自分でもわかりません。一旦ちょっと落ち着かせましょう、ボールを。僕の気持ちがね、僕の気持ちが1500に向けてちょっと前に行き過ぎてるから。大市さん、かなり当たってきますね。これチャンスだな、これチャンス。さあ、ルンメニゲ、ルンメニゲ、これ決めよう。いや、オッケー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 、ナイス、背中ありがとう。そのゴールキーパーの背中、僕ががっちり掴みますよ。ありがとうございます。さあ、ジエリニスキーからカマビンガ、カマビンガ、ナイス。さあ、ルカク、ルカク、この体の強さ、そして走らせている、走らせて、ここルカクいけるか、いけるか、ルムニゲ、オッケーオッケーオッケー、ハッチュイクハッチュイク、ありがとうございます。オッケー、いいんじゃない、これは、これはいけたんじゃない。オッケーオッケーオッケー、前半3対0ありがとうございます。いいよいいよ、いけるいけるいける。じゃあ後半はサパタとルカク、サパタとルカク、シュージとアキラ、シュージとアキラ交代して、他はこのままでもいいかな、とりあえずこれでいきましょう。さあ、後半は落ち着いて、リードはできてるから、リードはできてるから、そんな無理せず、無理せず、しっかりいきましょう。ここ落ち着いて、落ち着いて、ナイスカマビンガー、
サネッティ、サパティ、サパティからカマビンガ、さあルンメニゲダブルタッチ、ルンメニゲダブルタッチでかわして強すぎるけど入らないんかい。いやでもね、やっぱあの僕レイナずっとスタメンに入れていて、ゼップ長以外では使ってるんですよずっと。いやそれがでもね結構自信になったかな、うん、レイナをここまで連れてきてしっかり最後の最後ね、まあ、まだ1500いけてないですけど、1500惜しいとこまでいけたっていうのは僕の中ではすごく財産になっている。サベッケンバーはここ決めるよ、絶対ここ決めます。比較先にいます、ここ決めます。はい、サパター、はい、決められません、お疲れ様でしょう。ベッカム、君の右足からゴールを演出してくれ、来い。サレッティ決めちゃえ、ディフェンダーだから。おお、なんでこんなところで止まることある。今もうなんかあのドラマのワンシーンみたいになって、あの蹴る瞬間になんか必殺技出るみたいになってたよ今、稲妻イレブン今の。やばい、最後レイナちゃんと見せろ、男見せろ、レイナ何してる。リューディガーに助けられるレイナ、さあありがとうございました。最後よくわかんない感じのドタバタコメディで終わりましたが、大勢ありがとうございました。オッケー、シュートめちゃめちゃ打ちましたね。よーし、まあ4ではあるけど1485、残り15、もう1試合いきましょう。ここで浮き足出さないことが大事、あの浮き足出さずに地に足つけていこう、いつものね、始めた頃の自分を思い出せ。さあ1465、谷垣さんよろしくお願いします。やべえ、ここで1400台か。まあでも落ち、待って、やばい、カマビンガがやばいことになってる。じゃあここビエラ変えて、ルカク普通か、じゃあフリットに変えようかな。オッケー、とりあえずこれで行きましょう。オッケー、サール絶好調、いいね。守備陣がかなりビンビンなので、ちょっとしっかりとねレイナに届けないように頑張っていきたいなと思います。さあお相手さんは4312、これは誰だろうな、まあシメオネとかかな。うわ、 ST インモービレちょっとなんか厄介な感じするね。いや頑張っていこう、よろしくお願いします。これ思ったけどさ、これ勝てばさ1494ぐらいいくんじゃない、なんかそんな気がするけど大丈夫かな。さあ行きましょう、マジで集中します。ちょっと多分口数少なくなると思うけど、まあそれはそのぐらいこの企画を本気でやってるということ。さあジエリニスキからオッケー、あー抑えるかなこれ、いやー抑えだよね、まあ仕方ない。はい、守備集中、すぐカーソルを変えることが重要なんですよねこれ。うわ、危ねえ、オッケー、よしいいぞ、いい守備だ、いい。やばい、読まれてるけども、さあサイド、ジエリニスキ、シューキャン入れて、一旦落ち着いて、サイドの上がりを待つ、サール、いけるか、さあ、フリット、いやー、またオフサイドか、大丈夫、ちゃんと切ってる、ちゃんとパスコースなくしている、ここ詰める、オッケー、いい守備、お互いゼロ本見て。お互い一本も打ってない。なんて消極的な草食系男子対草食系男子。さあ、後半行こう。後半は、サパティ、変わろう。で、いやー、これむずいね。これむずいんだけど、インモーギレ、インモーギレってなんだよ。インモーギレってもうインザーギとインモービルが混ざっちゃってるけど、インザーギ行こう。この二人で行きましょう。よろしく。さあ、集中ね。マジ集中。ちょっと緊張すぎてごめん。トークなんもできてないわ。おい、いつも通り言うな。いつもと変わってない言うな。マジで何のトークもできてないけど頼む。うわー、はい、オッケー、ベッカミングからインザーギ、いやー抜けないか、ここ頑張れ、落ち着け、大丈夫だ、取れる、ナイスベッケン、集中、一本集中、はい、ジエリンスケ、いやオフサイだよね、うわー、ソルキャンベル強えな今のとこも。さあここ当たりすぎない、ここ当たりすぎない、ここ切って多分パス来るけどこれなら大丈夫、ルカク、いやーこれはうめえ、これはちょっと焦っちゃった、いやーマジかー、いやーでも諦めない、まだ全然諦めない、おあいつはうまいけどまだ諦めない、頑張ろう、うわーちょっと待って、えぐいって、いやー頑張れね、ナイス、まあ今のとこはしっかり止めてくれた、まあこうやってね取りかごせずに戦ってくれることだけありがたいっすよマジで。中田さん、いやーしっかりブロック固めてくんな、ちょっとやばいこれ、サパタ、いやーちょっと前向けなかった、対戦ありがとうございました。
いきなり負けたんだが、なんか急にバーン落ちたけど、はい、対戦ありがとうございました。何だったんだろうね今の。まあ、とりあえずちゃんと負けになったのでよかったです。ありがとうございました。ということでまた一歩下がりましたけど、まあ頑張ってやっていきたいなと思います。いいと思ったら高評価、チャンネル登録で応援してください。ではまだまだ坊主動画頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。